十一月三十一日，今日是日本秋小宫文人亲王妈五十六岁日子，伊的生日前呢，记者会又讲到因查某囝珍珠。秋小宫就讲，伊的婚事为不少人带来困扰，伊感觉真实的。秋篠宮以外の、皇室にも、影響が出たということを感じたからです。皇室の行事、そういう儀式というものがこう非常に軽いものだという、印象を与えたという、ことが考えられます。除了真侪婚礼甲传统方式婚礼无同，即、這个秋小宫亲王嘛讲着讲，即、這个珍珠滴流复杂性创伤的症候群，即、這个代志呢，伊就讲网络甲一挂周刊杂志言论带予人的伤害，心真正受够严重，更加表示讲未遮简单就原谅这恶意中伤的行为。